どうも、タバタバラザーです。兄の石です。本日もですね、高校野球についてお話ししていきたいなと思います。本日はどうですか、夏の甲子園終了しましたけども、僕の方のこのメインのチャンネルでですね、まだ出せてなかった夏の甲子園の衝撃投手、最も衝撃を受けた投手たちを発表します。大体まあ4名から5名ぐらいをちょっと発表したいんですけども、まあ一応ね、事前にトースポさんの方で注目選手ということで名前を挙げさせていただいている選手もやっぱり含みます。まあこの注目投手としての基準は、やはり僕は現役時代バッターとして大阪桐蔭高校というところで4番バッターを打たせていただいてました。なのでバッター目線から見て、やっぱり実際対戦するときに、うわこれは打てへんなって思うようなピッチャーを名前挙げさせていただきましたので、やっぱ今年はね、だから完封がめちゃくちゃ多くて、例年の倍ぐらいになったんちゃうかな、その完封での試合とか、まあ1点差ゲームであったりだとか、投手の力が明らかにこう高かったような世代やったんじゃないでしょうか。それはまあ低反発バットということもありますし、僕らの時代とは違うよった野球のねルールで高校野球やってますからね。まあ今年は特に投手の力が目立ちました。まずですね、僕が、衝撃を受けたピッチャーを1人目発表したいなと思います。木更津総合の川端投手ですね。最速148キロで、今大会の中でも3位ですね。球の速さ3位、2年生なんですよ。おめでとうございます。まあこの嬉しいところっていうのは、2年生というところでもう1年川端投手を追っかけれるというところが非常に楽しみで、末恐ろしいというか、どこまで川端投手行くんやろなっていうのは本当に注目しております。まっすぐがね、うなってるんですよね。ね、2年生投手でね、この県大高崎の石垣投手とか153キロ出して、確かにエグいんですけど、なんか川端投手の148キロの方がなんかこううなってるというか、その球質が全然違ったんではないかっていうところで、なんで3番手なの？3番手で出てきたんですよね、川端投手。148キロ投げてんのに。で、木更津総合って僕、千葉大会から見てて、どんだけまあいい試合とかでも、3年生の2人のピッチャーで回してたんですよね。ここへ来てのこの3番手の2年生。こんな投手いてたんっていうのも衝撃でしたし、実際対戦僕がするとして、あのうなってるストレートは、もしかしたら空振り取られそうやなって思ったので、木更津総合の川端投手を選びました。続きまして、これまたちょっとね、2年生になっちゃうんですけど、日本航空の柳沢投手です。おめでとうございます。最速147キロのピッチャーなんですよ。で、2年生でこれまた3番手ぐらいで出てきたんですよ。いやいやいや、先発いけるやろって思うぐらいいいピッチャーなんですけど、多分今大会で一番その低めのストレート伸びてたんじゃないかな。低めのまっすぐが垂れないこう球質というか、だから多分僕から見てやっぱ地肩が強そうな感じですよね。もう単純に肩が強いみたいな感じの投球で、低めのまっすぐが、大会通して見て多分一番良かったピッチャーですね。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。あれはなかなかね、そのまあ対戦者として低めのまっすぐっていうのは打ち取られるんちゃうかなって思ったピッチャーでした。これもまたね、日本航空2年生なんですよね。まあちょっとまあ話はそれちゃいますけど、山梨大会の1回戦ね、山梨学院と試合で、おそらくこの柳沢投手が山梨学院戦に僕は先発すると思ってるんですよね。ってなった時の、まあ、どこまで山梨学院通用するかっていうのと、なんかここでだから完封とかしちゃったりしたら、一気に多分バチーンってこう知名度上がったりだとか、県内無双するようなピッチャー、
まあ僕から見て身長は柳沢投手は172センチ、ちょっとちっちゃいんですよね。ちっちゃいんですけども、パワフルなピッチングができるということで、まあどうでしょう、3年なったら150キロぐらいは投げてくれるんちゃうかなって、一冬越えてね、僕は期待しております。続きまして衝撃投手、神村学園の今村投手ですね。はい、ちょっとこれ2人いきますわ。神村学園の今村投手と京都国際の中崎投手です。2人いきます。この2人っていうのは以前も動画に取り上げたんですけど、出てるかな、まだ出てないかな。2人ともね、すごいポテンシャルを証明してくれたと僕は思ってて、今村投手に関しては準々決勝の試合、まあ対戦相手はちょっと忘れましたけど、不甲斐ないピッチングしたんですよ。あれ、これ今村投手全然通用せえへんやんっていう、やばいなこれってなって、で神村はもうこれピッチャー不安すぎるわっていう風に多分高校野球ファンの方はなったと思うんですよ。中崎投手、準決勝青森山田戦4回降板で、これもまあ4回2失点降板で、まあ初回のね立ち上がりこそ攻められたんですけど、その後は立ち直ってたとはいえ、おそらくプラン通りの降板ではなかったんですよ。で、やっぱ僕もその現地観戦準決勝しましたから、中崎投手見てて、あれ中崎投手こんなにあかんかったかと思ってたんですよね。この2人ともこのあかんかった次の試合めちゃくちゃ良かったんですよ。えぐいっすよ。ここのだから中1日ぐらいの間で大幅に投球を修正してきたみたいな、そんなことってなかなかね高校生でできないんですよね。そういう部分に俺はなんかこの2人にはポテンシャルを感じました。普通の高校生ではこういったことは絶対できません。崩れたら崩れたまんまっていうのが普通の高校生なんですけど、この2人はそれをねもう明らかに修正してきたっていうところに、僕はなんかこう凄さを感じましたね。素晴らしいというか、自分の想像は超えてきた修正能力です。これは野球のね、このキャリア、野球の人生にかなりこの2人っていうのは、この修正能力っていうのは重要になってくると思います。なので、名前を挙げさせていただきました。続きまして、夏の甲子園で衝撃を受けた投手、大阪桐蔭平島投手です。平島投手なんか大阪予選からですね3番で扱いされてたんですよ。なんかずっと調子が悪いみたいな話をまあ噂では聞いてたんですけど、甲子園でも確か2番手か3番手で出てきてですね、どんだけ調子悪いねんって見てたんやけど、普通にえぐいっすね。俺元大阪桐蔭出身やからとかではなくて、普通にいいっすよね。うん、なんで出てへんか分からへん。まあそれぐらい大阪桐蔭がもう投手王国すぎたというか、なんでこの投手が3番手なんやっていうところですよね。まあ怪我なのかちょっと何なのか分かりませんが、そういうところも衝撃でしたし、で僕は平島投手がまあ結構新チームの時から見てるのですごいなって思うところは、若いカウントからフォークボールでカウントを取れるというところが、僕はやっぱもう高校生離れしてると思います。下級生の時から見てますけども、まあ、確実に素質は、プロに行ける素質はあると思うんで、大学進学かな、その辺はちょっとまだ僕はね分かりませんけども、しっかり技術磨いてドラフト上位でプロに行ってほしいなと思うピッチャーでした。というわけで、夏の甲子園で衝撃を受けた投手ということで発表していきました。2年生2名入りましたけども、来年も見れるっていうのがね、ちょっと高校野球ファンとしては非常に楽しみで、まあ、150キロぐらい投げてくれるんちゃうかなって思ったりもしますし、あとやっぱまあ名前を挙げてないところで言うと、健大高崎の石垣投手、はい、で大阪桐蔭の森投手と中野投手、この3名もね2年生ということで大注目しております。まあ石垣投手は153キロ今出てるんやけど、まあ怪我ないようになって感じっすね。ほんまにあんだけの細い体で153キロとか投げてたら絶対いかれそうなような肘とか、あんまり無理しない程度に155キロぐらい投げてほしいなって思いながら、大阪桐蔭のねこの2人のピッチャーっていうのは多分怪我しなさそうな投球してて、
体つきもそうだし、なんか成長過程もすごい順調そうに来てるっていうところで、なんか僕から見たらこう森投手は一発ある感じ、一発ってその勝負どころ強いみたいなね、任せられるっていうか、うん、甲子園決勝とかで完封とかしちゃいそうなピッチャー、森投手はね。で中野投手はなんかこうすごい安定して勝てるピッチャーみたいなっていう僕の大阪桐蔭見てきたイメージなんで、それがだから新チーム入ってどういう感じでこうね2人が上がっていくか、どういう感じでこうエースナンバー争いしてエースどっちがつけるのかとかね、楽しみにしてます。どっちがエースつけても全国トップクラスの右ピッチャーだと思います。今までないんちゃうかな、まあ、最近で言うと準優勝した時の仙台育英の右ピッチャー2人いてた時、あれ超えるぐらいのピッチャー陣なんで、それぐらいのポテンシャルは秘めてますよね。まあ勝てる勝利はね、勝てるかどうかはまたその時の運ですけども、はい、というわけで皆様の衝撃を受けたピッチャーもコメントで教えてください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。